はい、どうもおはようございます、たりくまです。私は今ですねタイバンコクに来ています。今回ですねこのバンコクでの滞在の様子をですねいろいろお届けしたいと思います。今回ちょっとね人と会う約束があってちょっとね部分になっちゃうかもしれないんですけれどもね、あのグルメとか観光ね、バンコクの滞在の様子をお届けしたいと思います。まずですね今もう12月になったんですけれども、今気温27度ですね。はい、というわけで蒸し暑い、あの冬のね日本から、つい先ほどバンコクに到着したんですけども、もう暑いですね。もう汗が吹き出してくるんですけども、まあ、そんな状況の中ねいろいろ楽しんでいきたいと思いますので、皆様ぜひ最後までご覧ください。はい、それではですね、もう実はねもう朝今7時8時なんですけども、実はホテルもチェックインしちゃいました、ね、あのある程度荷物を分けて軽くして、これからね朝食に行くんですけれども、あのよくねバンコクで会ってるあの人とねフォロワーさんとちょっとね一緒に朝食に行こうかということで、これから他の YouTuber さんでもねご紹介したあの飲食店レストランに行こうかと思います。はい、それじゃあ行きましょう。列車来ましたね、いいタイミング。はい、BTS 降りました。ラチャタウイっていうのかな、駅で降りてちょっとね朝食を食べに行きます。はい、じゃあね今日ねあの朝食に来たのは結構有名かもしれません、大カタナです。こちら、初めて訪問させていただきました。はい、メニューはねこんな感じ、カレーとか。値段がすごいですね、75バーツだから本当に300円400円ぐらいで食べれちゃう感じですね。このカツカレーオーダーしました。水があるんですよね、氷が有料でしたっけ。氷が有料ということでお水もあります。ね、大刀やっと来れましたね。結構有名になっちゃいましたけども、あのスーさんですね、スーさんが多分ね最初にあの紹介してそれでね有名になったんだと思います。こんなお店の雰囲気がねこんな感じ、ね、営業時間はね朝の9時から、午後2時半かなみたいですね。はい、カツカレー来ました。結構ね量はちょうどいい感じ、ちょっとねちょっと少なめぐらいですね。でこれで55バーツだから230円ぐらいですね、安い。じゃあいただきます。これ醤油パッと食べるといいですね、これ。そうなんです、うん。スーさんこれカツをトリプルとかやってましたね、なんか。で私がカツのそんな辛すぎず、なんかこれ完全に日本食ですよね。これ味噌汁なんですね。めっちゃ味噌汁。あ、味噌汁だ。この器に入ってるとちょっと味噌汁って思えない。地元の人向けの日本の大衆。別に日本人近いっていうかね、違和感なく食べれる感じが。うん。なんかカレーっていうとスパイスをこうわーってやってなんかこうちょっと独特になるわけでもなく、全くパイ、本当にパイカレーじゃん。あ、うまかった。よっしゃよっしゃ。はい、大刀でね、念願の大刀で朝食を食べて今売宅で次の目的地に向かってます。はい、売却で、47バーツかな、まあ、大体200円ぐらいでパッと到着することができました。ちょっとねこれから今ねこれアナンタラというホテルなんですけども、これからちょっとねまた人と会う約束があってやってまいりました。はい、どうも、もうね画面がいきなり 夜になってますけれども、今回ですねちょっといろいろ人と会ったりしていろいろ夕飯までですね食べたりしてきてしまったので、ちょっとね動画的には全然進んでないと思いますけれども、あとね、3日かバンコクに滞在しますので、今日はこのぐらいにしておきたいと思います。またねホテルの前に戻ってきました。今日はここまでです。すいません、おやすみなさい。はい、どうもおはようございます。バンコク2日目の朝です。とりあえずねこれからホテルの朝食に向かいたいと思います。外はこんな感じですっごい晴れてますね。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。
はい、ここアロッカの朝食はですね、こんな感じビュッフェスタイルになっております。先に飲み物だけ取って、場所取りじゃないですけど、テーブルを確保したいと思います。こういうのエッグステーションもあとね、ヌードルバーもねありますね。ヌードルバーもあって、米粉とかね、普通の中華麺とかもあります。なかなかね、いろんな国の料理が揃ってます。この辺はタイ料理かな。ここはですね、インド料理というふうにありますね。ここら辺なんかは和食なのかな、なんかそれっぽいですね。あ、やっぱそうですね、味噌汁もあります。味噌汁を煮立ってちゃダメだろうけどね、ちょっとなんか吹いてます。あとはヨーグルト、チーズ、フルーツ、サラダ関係いいですね。ここはね、結構種類が多いですね、やっぱり。はい、じゃあ朝食用意したのはこちらですね。サラダと、これはですね、オーダーメニューでした、アボカドトーストということですね。それと、まあ、ソーセージなど、もろもろ細かい好きなものを取ってきてみました。なんか茶色が多いですけれども、こんな感じで朝食いただきます。はい、じゃあいただきます。アロフトって結構ね、マリオットの中でも比較的お安いブランドになるんですけれども、このバンコクのアロフトってね、こういうふうに朝食が充実しているのが特徴だと思います。アボカドトースト、ちょっとね、美味しそうなんで頼んでみました。エッグベネディクトみたいになってますね。ちょっと一気にいっちゃいますね。カメラ反対側かな、こんな感じ。これは美味しい。ヌードルバーにあるね、多分米粉の麺もあるからフォーも作れると思うんですけど、それと迷ったんですけども、ね、今日はこのトースト、アボカドトーストにしてみました。他もね、結構いろんなね、日本料理もちょっとありましたし、インドと、当然ね、タイ料理とあって、こんな感じで、なかなか充実した。あ、見て、この入り口のところにもね、ちょっと一番最初ありましたけど、パンとかもありますしね、ちょっとそっちは取ってこなかったけども、こんな感じでなかなか楽しめる朝食だと思います。はい、それじゃね、朝食もいただきまして、今9時を回ったところです。これからチェックアウトをします。そしてですね、今日ね、ちょっと午前中、お昼過ぎまでちょっとお仕事の関係で、またね、移動する感じです。はい、じゃね、チェックアウトしたいと思います。はい、バンコクの美味しい中華に連れてきていただきました。ちょっとね、これ今撮っちゃいましたけど、チャーハン、そしてこれ焼きそばですね、そして小籠包が届いたところです。めちゃめちゃうまそうです。いただきます。焼きそば、うまそうです。小籠包、いただきます。はい、ここですね、もう映画東山って時点でも台湾系ですけども、非常に美味しかったです。小籠包がすごく美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、バンコクでの、中華、台湾中華ですね、こちら非常に美味しかったです。これからまたね、ちょっと次のホテルにね、チェックインをしに行きます。はい、2泊目、3泊目はこちらですね、アコーグループ系列になります、アイビスバンコクスクンビット4ということで、ホテルやってきました。チェックイン行きたいと思います。はい、それではですね、イビスの方チェックインいたしました。今日からですね、2泊いたします。バンコクでの残り2泊はこちらのイビスで滞在いたします。お部屋の外観はね、こんな感じ、以前別のイビスに泊まったこともあるんですけども、同じような、ほぼ同じですね。というわけで、大体やっぱりね、イビスは同じような感じの部屋にすることが多いのかなというふうに感じます。まず入って右側はですね、このようにトイレと、シャワールームというふうになっております。こんな感じですね。で、ドライヤーもありますね。すぐベッドルームなんですけれども、ダブルベッドぐらいですかね。こういった形になっています。目の前にはね、こういうふうにテレビもあります。デスクというかね、もう丸テーブルだけなんですけども、こういったベンチがありまして、セキュリティボックスと冷蔵庫。で、お水とコーヒーもこのようにあります。こっちのお菓子とかはね、多分これは有料になってくるんだと思います。お部屋の様子はこういった形です。こちらでね、2泊いたします。1泊あたり、確かに6000円ぐらいだったと思いますね。
はい、こんな感じです。以上です。ありがとうございました。はい、時刻は夕方の5時、17時になりました。これからちょっとですね、またみんなでちょっと集まって夕食を食べるわけなんですけれども、その前にまだちょっとだけ時間があるので、マッサージに行こうかなと思います。いつものプロンポン駅にまでね、ちょっと行こうかと思っています。それじゃあ出かけます。はい、プロンポン駅に到着です。はい、今回もね、やってきましたマッサージのヌッチさんですね。まあ、何回も来てますし、ちょっとねお高いんですけども、またここでやっていきたいと思います。はい、マッサージ終了しました。90分ですね。いや、めちゃめちゃすっきりですね。フットマッサージって言っても最後にね肩もやってくれるんで、もう全身楽になります。はい、それじゃあね、これからお食事というかですね、今日もねちょっとオフ会なんですね。それに参加させていただきますので、そちらの方にちょっと行きたいと思います。はい、フットマッサージやっていつもそうなんですけども、靴が緩くなってます。それだけむくんでダメかもしれないですね。はい、プロンポンの目の前にねこういったド派手なツリーがもうありますね。もう今12月に入ったばかりですけども、こういったクリスマスツリーとかはバンコク結構派手なものが多い感じですね。はい、これもねプロンポン駅のすぐ近くにある公園、横にですねこんなでっかな、まあ IKEA、 全部 IKEA じゃないでしょうけども、こんなでっかなビルが建ってた、年の初めぐらいねなんかもう更地になってたんですけどもね、いつの間にかこんなものができてました。はい、来たのはですねプロンポンから歩いて10分ぐらいかな、キュートコーナーというお店です。それでは中に入りたいと思います。あ、どうぞ。もう一番新しいという タイ料理のお店ですね。このエビなんかすごいで、ね、エビが結構出ますね。エビとかお肉も出たりします。はい、デザートですね。アップルカスタードだそうです。これ一人暮らし。はい、ホテル近くまで戻ってきました。ナーナーの駅の周りっていうのはね、夜遅くてもなかなかざわざわしてるようなエリアだったりもします。はい、それじゃあですね、今日はこのぐらいにしたいと思います。明日はまたちょっとね観光にも行きたいと思います。それじゃあまた明日です。じゃあ今日はおやすみなさい。はい、どうもおはようございます。バンコク3日目の朝ですかね。はい、ホテルの朝食をつけ忘れたので、これからちょっとねコンビニにでもなんか軽く買いに行こうかと思います。じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、朝7時の、ナーナーの周りの様子ですね。今日はねまた天気は良さそうですね。ちょっとね今日はバンコクから少し離れたところに行こうかなとも考えていますので、また暑くなるのかもしれないですね。まだ気温は26度ということで、非常に過ごしやすい気温になってますけども、ここからね日が昇るにつれてまたどんどん気温は上がっていくんでしょう。はい、そしたらですねすぐそこにねセブンイレブンがあります。中入ってちょっと軽く朝食をね見ていきたいと思います。売ってるものはそんなにね雰囲気的には変わらないのかなとも思うんですけど、お菓子がね結構多いかもしれないですね。あとねヤクルトではないです、ヤクルトみたいなねこうでっかい版がこう、ね、あるんですよね。25バーツだから100円、110円ぐらいでねこの巨大ヤクルトが買えたりします。1本買っていこうかな。お水とかは、ね、7バーツとか9バーツ、30円ぐらいから買える感覚ですかね。ちょっとね買おうと思ってたのはね、ここら辺のレンジで温めるフードなんですけども、このホットサンドがねいつも来ると美味しくて食べるんで、これとこれはどう違うんだ、チーズの量なのかな。まあいいや、ちょっとこっちのこれでね29バーツなんで120円ぐらいですかね。じゃこれとさっきのヤクルトと買っていきます。はい、ホテルに帰る途中で、なんて言うんでしたっけ、この豚肉かなんかの串焼き、ムーピンって言ったかな、これをちょっと買ってみました。5バーツです。というかね、ホテルに帰りながら食べます。あっ、うまい。表面がサクサクで美味しい。
これでだいたい1本5バーツなのでだいたい20、21円ぐらいかな今ですね。美味しかった。はい、じゃあお部屋戻ってきました。朝食ね、いただきます。普通何真ん中のサイズ買ってもでかいですね。ただね、そんなにヤクルトほどね濃くはないんですよね。味はね、こうヤクルトちょっと 薄めたじゃなくて、なんか ピルクルでしたっけ、あんな感じですね。はい、じゃあホットサンド、これがね美味しい。じゃあいただきます。ソーセージとチーズにしましたけど、簡単で早くて安くて美味しい。なんかね、フィリピンのセブンでも売ってましたね確かね。でもね、初めてバンコクで食べて美味しくてね、結構来るたびに買ってたりしますけど、こんな感じの朝食です。はい、どうも、ね、朝食終わってホテル出まして、とりあえずねちょっと今日は出かけようと思ってます。今日行く場所こちらですね。あの鉄道市場って言ったら分かるかな、メークローン市場に行きたいと思います。鉄道が走ってるすぐ脇ギリギリになんかね市場ができてる、そういったね、まあ、観光名所になってますので、そっち今日はねそちらに行ってみたいと思います。じゃあね早速行きたいと思います。はい、ではですね、メークローン市場今日行ってきました。まあね、ほぼほぼ1日観光ですね。なんだかんだで移動している時間が非常に長いんですけども、まあ、それだけの価値はあったのかなという感じです。じゃあね、これからまたね一旦ホテルの方に戻ります。 BTS で列車でねホテルの方に向かいます。これからねちょっとねライブ配信をホテルでやろうかと思ってるので、何か晩ご飯を買ってホテルに戻るか、そんな感じでちょっと考えたりします。はい、今ね屋台でカットフルーツがあったのでマンゴーを買ってきました。1パック50バーツだから200円ちょっとぐらいですね。日曜夜のライブ配信終わりました。今日はですねメークローン市場に行った、ということなんですけど、メークローン市場の行き方とかね細かい動画に関してはちょっとこれ別に出させていただきます。それではねバンコク3日目これで終了です。どうもありがとうございます。お世話でした。おやすみなさい。はい、どうもおはようございます。バンコク最終日の朝ですね。朝食どうしようかと思ってるんですけど、またセブンイレブンで昨日と同じような感じにしようかなと思っています。今日もまた最終日夜にまた空港に向かって次の国へ行くわけなんですけれども、そこまでですねまたよろしくお願いいたします。はい、もう何度も来ています。セブンイレブン、こういうねパンとかもあります。26バーツ、やっぱり100円ぐらいですね。100円ちょっとぐらい。こっちはねお弁当とかもあります。昨日のホットサンドはねこういうの、これだったっけかな、これちょっとね熱いやつでね、昨日食べたのこっちの、ね、29バーツの方ですね。これちょっとセールで安くなって、今日はこれにしようかな。はい、これとあと飲み物なんかパンでもいいかもしれませんね。こんな感じですね。あ、薬局とかもねここは併設になってるやつタイプですね。時刻はお昼を近くなりました。ちょっとねお昼を食べに行きたいと思います。ですねバイクを頼みました。はい、バイク頼みました。ちょっとね行きます。よいしょ。はい、じゃあねこんな感じでバイクで出発です。おっと、はい、バイクはねちょっとね安全性にいろいろ問題はあると思うんですけれども、うまく使うと非常に便利な交通機関でもあります。あの、ね、荷物が少ない時はねちょっと移動するのには使えたりしますけれども、基本的には海外旅行保険とかがね適用外になるみたいですので、その辺はリスクが非常に大きいと思いますので、ちょっとあの利用する方の自己責任という部分が多くなってくると思います。ちょっとね注意が必要ですね。はい、でね、今バイタクグラブを利用したわけなんですけれども、最後に評価を押すんですけれども、まあね、なるべくなら5つ星を必ずつけてあげてほしいんですけれども、非常にねここまで安く来てくれました。あの普通に、列車を使うのと同じかそれ以下の値段で、かつ
とんでもないスピードで来てくれいただいたので、チップをね、なるべく渡してあげた方がいいなと思うんですね。最低額でいいので、本当に、ここまでね、39バーツかなでね、まあ、最低額の20バーツ上げるといいんじゃないのかなと思います。っていうのもですね、運賃っていうのは結構手数料が取られるみたいなんですね。でもその代わりこういうチップは丸々そのドライバーさん、ライダーさんの手元に入るみたいですので、このねチップでいくらかね助けてあげるっていう気持ちの方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。これで提出する。はい、これで OK ですね。はい、まあ、その今のチップもね20バーツ85円ですので、はい、今日はね最終日こちらに来ていました。バンコク一のパワースポットと言われますエラワンの、エラワン様のね祠の方に来ております。ちょっとねこういった形なんです。大勢の人が来ているんですけれども、お参りの仕方としましては、あちらでお供え物とかを購入して、ここにね4面あるんですね。4面お祈りするところがあるんですけども、その4面回ってお祈りをしておくと、で願い事を言っていくわけなんですけども、またその願い事が叶ったらですね、お礼参りにまた必ずここに来るっていうことが必要になってくるようです。こちらの入り口の脇にですね、お供え物があります。本当にいろんな値段のものがあって、1000バーツというものもありますね。もう300バーツ、50バーツみたいなのもあったりします。はい、こういうふうに私もやってみようと思います。今回はですね、予算の都合で50バーツでございます。こちらを4箇所お供えしていく感じですね。確か右回りだったっけかな。ちょっとね、私も全然細かいルールは把握できてないんですけども、どこがスタートがいいとかもひょっとしたらあるかもしれませんね。はい、お参りが終わりました。またバンコクに来れますようにということをお祈りさせていただきました。もうね、本当に昼間すごい人出ですね。今日平日なんですけども、すごい人出で、ごった返しております。ここエラワンの祠でございます。すぐ隣がね、グランドハイアットだったかな、なんかそんな感じだったと思うんですけども、こちらに、ね、高級なホテルも固まってるエリアだったりします。そしたらですね、このエラワンさんからですね、ハス向かいにあるセントラルワールド、地元っぽい発音で言うとセンタンワールに行ってみたいと思います。センタンワールか。はい、エラワンさんのハス向かいですね、セントラルワールド、センタンワールド来ました。ピカチュウさんがいっぱいいらっしゃいますね。ちょっとこれは写真撮っておきたい感じ。そしてですね、こちらアップルストアがあります。バンコクは確かアップルストアが2軒かな。こことアイコン、川向こうの、ね、アイコンサイエムの中だったと思いますね。はい、というわけでね、このバンコクセントラルワールドには今このようにポケモン、ピカチュウ、そういったものがいっぱい展示されております。ちょっとあまり詳しくなくてごめんなさい。ザ・グレート・セレブレーション2024という、セントラルワールドの、ね、イベントのようですね。結構いろいろ楽しめるんじゃないでしょうかね。こんな感じになっていて、地元の方、そして観光客の方も、ね、いっぱい集まっているようです。はいはい、じゃあね、この表の、ポケモンのイベントを過ぎて中に行ってみたいと思います。本当にこのセントラルワールドというのは有名なショッピングモール、ショッピングセンターでして、レストラン街も確かね、上の方にもあったと思いますので、そちらを目指していきたいなというふうに思います。はい、いろんなお店がありますね。地元料理だったりとか、まあ、東南アジア系の料理もそうですし、こっちはジェラート、これは日本料理じゃないかな、ラーメンか、ラーメンのお店ですね。この辺りにスターバックス、本当にいろんなお店があります。はい、台湾の小籠包で有名ですね、リンダイフォンもあります。しかしこれの後、明日台湾に向かうので、こちらはスルーさせていただきます。はい、このフロアだけじゃなく、今3階なんですけど、6階7階の方がね、フードコートとしては、飲食店としては、ね、いっぱいあるみたいですね。フードコートじゃない、レストランですね。はい、セントラルワールドの6階まで上がってきました。ここまで来るとね、この6階7階っていうのは飲食店が多いようです。今ちょうどこちらね、ペッパーランチですね。結構ね、やはり日本食のチェーン店というものがね、日本で希少部位のあるチェーン店というものが非常に多く見られるわけですね。その向こうには、まあ、ケンタッキーがあったりします。こちらもラーメン屋ですね。この向こうにはなんか吉野家と、ここですね、ここは吉野家ですね。あれ、でもタイ、バンコクで吉野家ってそういえばあんまり見なかったかもしれないですね。
ここでもいいかなっていうふうにちょっと思ったりしてます。コンボ、コンボってありますね、いわゆる飲み物とかとセットになる感じ。ここは今第一候補に上がってきました。海外の吉野家興味ないですかね。僕的にはね、私的には興味があったりするんですけどね。ちょっと他も見ていきましょうか。はい、こういろいろ歩いていますとお腹が空いてきてしまいますね。さっき見かけてしまったので、ちょっとね、吉野家に行ってみたいと思います。エッグタルトも美味しそうですね。はい、セントラルワールド6階の吉野家でございます。あ、ガパオ丼とかもあるんですね。豚と牛で違います。マーラー丼、ジムジャエウ丼っていうのがあるみたいですね。ちょっとどう違うのかも分かりません。どんなメニューがあるんですかね。吉野家で激辛と書かれるとちょっとピンとこないんですけども、こういったものは避けておきましょう。セットもありますね。こういったチキン、手羽先もあるみたいです。ビーフボール、ポークボールということで、牛丼、豚丼とあるようですね。ちょっと入ってみますかね。はい、メニューもね、いただきました。ちょっと何かセットで食べてもいいのかなというふうにも考えております。あ、でも普通の牛丼にね、セットっていうのでもいいかもしれませんね。あ、これもね、よく日本とかでありそうな感じですけれども、メニューのバリエーションがかなり広いんじゃないかな。こんな感じですね。うまい吉野家と、ここは日本語です。あの、日本橋魚河岸のところからっていう、そういったものが書かれています。はい、商品来ました。吉野家の誘惑に負けてしまい、本当はね、タイ料理を食べようかなとも思ったんですけども、牛丼に負けてしまいました。吉野家牛ビーフボール、波とかサイズ聞かれなかったな。そういえばこれ波の丼ですよね。はい、あとね、これと卵焼きが来る感じで、だいたい1000円ぐらいですね。228バーツ1000円ぐらいになってしまいます。はい、それじゃあいただきましょう。じゃあいただきます。牛丼です。さあ、どうでしょう。まあ、じゃあこのまま最初ね、食べてみます。なんかちょっとタレが甘い気がしますね。いや、あの、かなり近いんで、自分のね、勘違いなだけかもしれないですけども、でも美味しい、ちょっとタレの甘みが強い感じがしましたね。なんかね、日本で食べるより甘く感じます。はい、セットの卵焼きだと思ってたんですけども、伝票を見るとですね、フライド豆腐ってあって、まあ、揚げ出し豆腐かなと思います。で、これをちょっと、ね、食べてみたいと思うんですけども、本当に揚げ出し豆腐ではなくて、柔らかめの豆腐を唐揚げにした感じですね。なかなか揚げ出し豆腐ってこんなサクサク音しないじゃないですか。ちょっと想像と違うものが食べたんでびっくりしましたけど、まあ、これはこれでありなのかなっていう、そんな感じですね。本当に、唐揚げの衣みたいなのがついてる感じです。変だけど、まあまあうまいっていう、そんな感じですね。まあ、全体的に、吉野家の牛丼の方はね、タレがちょっと甘めが強いかなっていう風に感じます。ただ、いつも私、日本ではつゆ抜きを食べるんですね。こっちでそれができるかわかんないんで、そのまま普通に頼んじゃいましたけども、まあ、そういった感じでタレが多いからっていうかもしれませんけども、なんかちょっと違うなっていう感じはしました。はい、以上、吉野家でした。あ、でね、値段言うの忘れてました。これで、228バーツですね、セットで。ペプシと、ペプシ意外に高い、ペプシと牛丼の並と、あと今の、豆腐の唐揚げ、このセットで、まあ、大体1000円ぐらいっていう、そんな感じですね。あんまり安い感じはしないです。はい、じゃあ以上、吉野家からでした。はい、じゃあね、お昼食べ終わりました。ちょっとね、一旦またホテルの方に行って、荷物をまとめていきたいなと思います。はい、今回泊まってたホテル、イビス・バンコク・スプクンビット4だったかな。はい、チェックアウトをいたしました。時刻は4時40分。46分ですね。5時まで今回ね、レートチェックアウトが認められるということで、かなりゆっくりさせていただきました。これから、ですね、次の出発はもう夜中なんですね。日付が変わる頃なんですけれども、それまでちょっとまたマッサージを受けたり、ちょっと軽くね、夕食を食べたりなんてことをしながら空港に向かっていきたいと思います。はい、マッサージ終わりました。90分で650バーツですね。ちょっと他よりは高いんですけども、ここはすごく気に入ってて、いつも来ています。そんな感じでもうね、暗くなりました。これからですね、ちょっと何か食べてから空港に行くみたいな、そんな感じにしたいと思います。同じくプロンポン駅のね、下の
カオマンガイを食べようと思うんですが、なんかすごい行列が見えるな。並ばなきゃダメかな、これは。もうね、すっかりここも有名になっちゃいましたね。ここはですね、カオマンガイの屋台のお店ですね。ヘンヘンというお店です。ヘンヘンというお店で、もうね、だいぶ昔から来てるんですけども、だいぶ有名になってきましたね。こんなに行列することは今まで初めてです。はい、席着きました。結構並んでてもね、回転は早そうです。はい、カオマンガイ来ました。これでね、ミディアムだから60バーツかな、250円ぐらいですね。いただきます。はい、じゃあいただきます。じゃあ普通にチキンとご飯からいただきます。うまいな。横のタレをね、ちょっとつけてみて、ちょっとね、辛いんですよ。でもね、これをつけるとまた美味しくなります。このタレですね。それとですね、このスープがまた美味しいんですよね。このパクチーがちょっと入ってて、あんまりパクチーパクチーしてなくて、うっすらパクチーが香る程度なので、すごく美味しいです。このいただきます。うまい、うまい。ここにちゃんと鶏ガラが入ってるスープ、すごく美味しい。ここは本当におすすめのカオマンガイ屋さんですね。ずっと来てます、ここは。はい、カオマンガイのお店もね、すごく有名店になりました。ヘンヘンさん、S で50バーツ、M で、60バーツですね。今回私が食べたのが M サイズになります。いや、めちゃめちゃ美味しかった。やっぱね、一回はここちょっとね、食べに行きたいなと思ってたんですよね。はい、それではこの近くプロンポンになんか新しいショッピングモールができてるので、少しだけ覗いてみようかなというふうに思います。今時刻は19時11分ですね。まだもうちょっと時間があります。はい、プロンポン駅のすぐそばにある公園の前の噴水ショーなのかなみたいな感じになってますね。そしてその噴水ショーの向こうに見えるイケアと書かれてますね。こちらの、ビル、今までね、こんな高いものここになかったんですよね。もうあの奥に見えるマリオットがね、もうよく見える感じだったんですけども、こんなものができてて、ショッピングモールになってるみたいなんですね。ちょっとね、新しくできたみたいなので、あの中覗いてみたいと思います。はい、ここが入り口でいいのかな。はい、じゃあね、ここから入ってきます。こういう風にいきなりセキュリティがあって、混んでますね、やっぱり。どうやらできたばかりのようなんですけれども、はい、中に入っていました。エスカレーターで今ちょっとね、上に上がっていってる状態です。ちょっとね、もうちょっと上上がってみますかね。4階まであるのかな。なかなか面白そうなモールですね。まあね、本当にもうシーズン的にクリスマスという感じになってきてると思うんですけども、カフェとか、ここら辺はフードコートになるのかな。はい、3階まで来ました。ちょっとね、想像しい感じはしています。シャネル、ディオールなどの高級ブランド店があって、その奥がなんかバーになってるのかな。なんですかね、なんかこう仮設っぽい、それぞれの店舗が仮設っぽい感じがするのはなんでだろう。なんかこう展示会っぽい雰囲気がしてしょうがないですね。ここから上は、まあ、この上は1階になるのか、ちょっとだいぶ上がってきたと思うんですけれども、上が3階がですね、IKEA になるみたいですね。で、この下になると、今度はアジアンフードとか見えるんで、フードコートとかあるのかな。あ、なんかそれっぽいのが見えてたりしますね。ここから上はね、あの IKEA とか、そういう感じになると思います。はい、今までなかった場所にね、こんな最新の設備ができておりました。はい、そして BTS のプロンポン駅までですね、このように、今ね、ちょうどこれ上が BTS 列車なんですけれども、このすぐ下にね、スカイウォークというものがね、できておりますね。下まで降りずにショッピングモールに入れる、ね、その乗り換えも簡単、そういった感じです。はい、ちょっとね、BTS 乗って移動します。
はい、次来たのはサイアムという駅ですね。はい、最後にね、もう一個だけちょっと食べたいものを食べてから行こうかなという感じです。はい、サイアム駅を降りたらもうすぐですね、こちらになります。以前にも何回かご紹介いたしました、マンゴースイーツのお店になります、マンゴータンゴ。こちらちょっとね、寄っていきたいと思います。あ、結構店内混んでますね。メニューはこんな感じですね。今回これにしてみますかね。はい、これいってみます。はい、商品来ました。マンゴーアイスとマンゴーフレッシュかな、フレッシュマンゴーと、こちらもち米ですね。これで175バーツなので700円から800円ぐらいですかね。まあ高いは高いですけどね。はい、こちらいただきます。いただきます。まずね、やっぱりフレッシュマンゴーからいただきます。ちょっとね、ココナッツの見えるかな、ソースがかかってたりしますね。うまい、うん、あのね、昨日かな、夜ホテルの部屋で屋台で食べたやつはちょっとね、熟しすぎてたんですよ。でここのは別にそんなことなくて、本当に全然硬くないんだけども、あんまり、ね、柔らかすぎないっていう感じがやっぱいいですね。そしてこのマンゴーと一緒に食べたいのが、実はもち米なんですよね。ここでもち米って思われるかもしれませんけど、結構ねこっちではポピュラーなスイーツで、甘いもち米です。ココナッツソースがかかってます。最初ねどうかなと思ってたんですけど、食べてみると美味しいんで、美味しいわ、うん、ちょっとねマンゴーアイスもいただきます。あ、こっちなのかね、結構すっきりしてる感じです。マンゴーアイスでもね、結構すっきり食べれる感じのアイス、美味しい。マンゴータンゴもね、昔よく来てましたけど、今年はね、結構久しぶりな気がしますね。来れてよかったです。はい、じゃあですね、美味しくマンゴースイーツいただきました。175バーツ、ちょっとね、高いですけれども、はい、非常に美味しかったです。はい、じゃあね、ぼちぼち行きましょうか。これからね、空港に向かいたいと思います。これでもね、まだちょっと早いかなって感じなんですよね。とりあえず BTS と、あとエアポートレールリンクですね、鉄道を、列車を乗り継いで、スワンナプーム空港に向かいます。はい、早田駅に到着です。ここからですね、今度は空港までのね、エアポートレールリンクという鉄道に乗り換えます。はい、列車でですね、スワンナプーム空港に到着です。はい、それではですね、バンコクスワンナプーム空港に到着しました。時刻はもうすぐでね、9時というところなんですけども、今日の深夜のフライトで次の街、台湾台北へ向かいます。それの動画はですね、また次の動画とさせていただきたいと思います。今回の動画はね、この辺りで失礼させていただいております。バンコクの滞在の様子でした。今回ね、4日ぐらい滞在したわけなんですけども、ちょっとね、途中オフ会とかの関係で動画にできるところはね、少なかったと思うんですけど、そこら辺ちょっとね、申し訳ございません。はい、それではですね、次はですね、台北に向かう動画です。台北に向かってですね、台北の滞在もね、ちょっとだけお届けできればなというふうに思っておりますので、皆様ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。はい、それではですね、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。 Twitter、Instagram の方やっております。ぜひともフォローとチェックの方もよろしくお願いいたします。この動画に対するコメント、高評価いただけますと大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。